工藤公官工藤公、三木君妃、工藤公官明治37年4月21日は、日本の衆議院議員。広崎藩士、串引き義三郎の子として生まれ、幼名を、峰次郎と言った。19歳で、同藩士、工藤秀次郎の養子となり、生命を改めた。母親戦争の際には、奥越列藩同盟のために、大宇諸藩を奔走したが、 広崎藩が新政府軍に基準すると、金庫となった。しかしすぐに赦免され、三軍条約として、秋田や水沢口で森岡藩と戦い、森岡に入場し、さらに函館にも出陣した。1869年、抗議書初期に選ばれて上京。さらに民部省土木県省有に任せられ、各地の河川の調査に赴き、土木県省有、土木中属に昇進した。 1873年、三重県大族に転任し、さらに昇進して一等族県一等警部として、県内の土木と警察を担当した。さらに地租改正も担当したが、1876年に伊勢暴動が発生し、新部に勤めた。1878年、三重県を自主的教し、北津軽軍、東津軽軍、西津軽軍の軍長を歴任した。 また1881年には、五所川原諸島市藩学校の校長も兼ねた。1888年、加護自死、翌年に、東京で大道団結運動に参加し、自由党に加入した。1890年、第1回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。以後、9回連続当選を果たしている。民力休養と対外交を主張し、 国民同盟会の創設に参加した。ありがとうございます。